今、自分は一般企業に勤めながら無料で家庭教師をしています。給料もギリギリの中、少ない中から未然,に未然に起きて生活を圧迫しながら家庭教師をしています。活動理由としては、勉強したくてもこの国ではお金がかかりすぎるということです。そんな中、親の財政状況に左右されず、教育を受けられるようにする。また、どんな家庭に生まれようと教育は平等ということです。 和新選組では奨学金のチャラや少人数指導といった政策があると思います。これらに対して賛成しています教。教育現場の改革に意欲があるのも賛成です。ただ学校の授業だけではいくら少人数指導でも理解度が違うためできない子,は子どもは塾や家庭教師を雇うようになります。そこに対して予算などをつけたりしてなんとか政策として組み込んでほしいです。 ありがとうございます。えー、令和新選組代表の山本太郎、札幌の地下にお邪魔をいたしております。皆さんから、えー、通りすがりのあなたから質問をいただき、山本がそれにお答えをするというやりとりでございます。えー、ご質問いただいた方、ありがとうございます。えー、自分の仕事を持ちながら、でも給料は安いんだけれども、仕事をした後に、えー、無料で子供たちに家庭教師、えー、勉強を教えているという非常に尊い活動をされている方だと思います。本当にありがとうございます。で、これを民間の 善意に頼って、ありがとうございます、よろしくねってことにしちゃダメだと思うんですよ。まず、今のお話の中には2つ問題点がある、普通に働いても給料が安すぎること、これ問題ですね。で、もう一つは、その子どもたちの教育というものに対して、国がしっかりと予算を投じていないということ、で、家庭の格差もあるから、深く学習できること、そうでないことの、その教育の格差もより広がってしまうという点ですね。ここにに関してはやっぱり教育に 予算を、えー、これ、増やしていかなきゃだめなんですよ、そう増やすことによって、あれとすみません、1分以内で語られませんでしたけれども、教育予算を増やさなければ、学校現場の疲弊、先生1人当たりの、えー、生徒の数であったりとか、学校の中で先生がさまざまなクラブ活動であったりとか、えー、保護者対応であったりとか、それ以外のことにも、えー、とにかくもう、手いっぱいになって、でも続けられない、あまりにもブラックな労働。 奴隷的労働に対してなりたい人たちが出てこないというようなことが生み出されているわけですね。で、そこを改善するのは財政措置以外ないんです。で、えっと、ごめんなさい。えこちらご覧いただきたいと思います。世界と比べてみましょうということです。OECD 諸国です。先進国グループと呼ばれることもございます。OECD グループ38カ国中。 教育機関に対する公的財政支出。国が教育にどれぐらい金かけてんねんっていう話なんですけれども、残念ながら日本はビリから2番目、2019年のデータ、2022年、二0十九年の対 GDP 比と、えー、っていうものの中から、2020年に発表された OECD のデータによると、国が金、教育に最もかけ、え、お金をかけていない、ナンバー2の国なんです、日本は。ひどいでしょ で OECD の中の平均、真ん中はどこですかって言ったら、この赤いところです。で、日本はどこだっ,ったら、ずっと下がっていって、ここだってこと、これだけ教育にお金をかけないということは、何を生み出すかってことですけれども、家庭に、それぞれの家庭や個人に負担を、えー、押し付けることになる、それだけじゃない、学校現場にも負担を押し付けることになる、だからこれだけの混乱が生まれてるっていう話なんですね。でで例えばですけれども これに対して私たちは教育費、これは本当にもっとこれ、出していかなきゃだめ、25人学級が実現するような状態にしていかなきゃいけない、そのためには、一クラスに対して先生一人ではなくて、それを補助する人たちも必要だし、保護者担当は別の人でやってもらったりとか、そういうのは分散ができるような状態にしなきゃいけないし、で学校の勉強についていけないとか、何かしら宿題を伴走するとか、ということに関しては、 これはね、例えば民業として一般の仕事として塾だったりとかいろんなものがありますから、ここを大きく圧迫しないような形が望ましいだろうと。で、私の中で考えているのは、先ほど冒頭でこの国は貧困が広がっていて子ども食堂が全国に溢れていると、そういう話をしました。これは国が子どもたちに対して予算措置をしないから、子どもたちやその貧困家庭であったり様々な世帯に対しての底上げが薄いからそのような形で 民間の人たちが善意でやってくれてる、このような状態は不健全であるって言いましたけれども、私は子ども食堂的な取り組みはあってもいいと思ってるんです、何かというと、これは居場所です、居場所の問題として、居場所がない子どもがいる、でもそれは子どもだけですか、大人もいるでしょう、いろんな人たちが、ただいてるだけでも何も言われない、ゲームしててもいいよって。 お腹すいたらご飯も出るよっていうような居場所、これは公的にやっていく、いろんな地域にそんな居場所が点在するような状態になれば、そこに学習指導に来てくれる人たち、そこに対しても私は、えっと、お金が発生するような形になってもいいと思うんですね。逆に言ったら、国によって、だって考えてみて、今この国で溢れてるものって何かって言ったら、心の病ですよ。 こんな広い世界の中にたった自分一人取り残されたような状況に、将来も見えない。そして誰にも悩みを言えないという状況が広がっているわけだから、これは大人から子供までです。じゃなかったら、10代から30代までの死ぬ原因の一位が自死。そんな国になりませんよ。子供から大人まで地獄そんな状態を解消していくためには、私は居場所問題っていうのは非常に重要であろうと。 もちろん賃金が上がっていくような、えー、社会的にこの日本の経済体制っていう部分に対しての抜本的な改正も必要だけれども、そういった居場所づくりというものも、よりどころとしての居場所づくりっていう部分も合わせてやっていく必要があるだろうなとで、お話しいただいたその内容に関して、それが融合できるとするならば、そういった取り組みの中ではないかな、私はそう考えました。すすすいいいまままませんあありりががととううごござざ長くなっちゃいましたけれども